イースシリーズ、イース4、イースセルセタの受回、イースセルセタの受回とは、日本ファルコムが開発した、プレイステーションビータ向けのコンピュータゲーム。HD リマスター、60fps、高音質化した、イースセルセタの受回、改めがプレイステーション4用ソフトとして2019年5月16日、発売。同社のアクションドールプレイングゲームシリーズ、イースシリーズ本編の中で、 唯一自社開発のなかった第4作、イース4の自社製作版にあたる。日本ファルコムの p s Vita 参入作品として、2012年9月27日に発売。イースシリーズ本編は、主人公、アドル・クリスティンの冒険日誌を原点としているという、メタフィクション設定があり、本作の副題となっている、セルセタの受解もその中の一冊のタイトルとなっている。冒険日誌。 セルセタの樹海はアトルが10代の時に体験した2度目となる大きな冒険を綴った冒険日誌とされており、同章原点と設定したゲームとしては、本作以前に、イース・フォー・マスク・オブ・ザ・サン、イース・フォー・ザ・ドー・ノブ・ヤング・シナトラ、イース・フォー・マスク・オブ・ザ・サン、A ・ニュー・セオリーマイナスの3作が発表されている。ただしいずれも、ファルコムの原案を、ライセンシー各社が開発したものであり、 本作、イースセルセタの受解が初めて、ファルコムが自社開発を行う作品となる。このため、ファルコムでは本作を完全新作として開発しており、アドルが記憶喪失になっているなどのこれまでの作品にはなかった新たな設定が設けられている。ゲームシステムとしては、イースセブンのパーティーシステムを継承しつつ、PS ビータならではの機能を利用した新システムなどを、 採用している。本作の舞台であるセルセタはエレシア大陸の西部に位置しており、これは地中海地域のものに類似した架空の地図において現実のスペインに相当するあたりとなっている。基本的にはイースセブンのものを踏襲している。パーソナルアクションキャラ固有で持つ特殊アクション。攻略ではメンバーのアクションが必須となる。詳細については後日 週刊ファミ通のクロスレビューでは9点、9点、9点、8点でプラチナ殿堂入り。売り上げ本数はメディアクリエイト調べによると発売から1週間でおよそ4万2千本で週刊ランキングは4位となっている。イースセルセトの受解、改めに関するカテゴリー。ありがとうございます。